東京都は土地区画整理事業で虚偽の報告をして補助金の交付を受けていたとして、東大和市に補助金と違約加算金およそ3360万円の返還を命じました。土地区画整理事業で自治体が補助金の返還命令を受けるのは極めて異例だということです。この事業は多摩都市モノレールの上北台駅近くのおよそ15ヘクタールの土地を整備するものです。東大和市は2005年3月に区画整理地内にあるガソリンスタンドが移転していないことを知りながら移転が完了したとして虚偽の報告書を提出し、東京都から補助金およそ2970万円を受け取っていました。東京都はこの申請が不正であったとして東大和市に対し、この補助金およそ2970万円と違約加算金およそ390万円の返還を命じました。東大和市は不適切な行為ですので命令を厳粛に受け止め早期に返還に応じるとしています。